はい、失礼しました。その途中からですね、えー、まあ、オプトインアフィレートっていうのを始めるわけなんですけども、その、オプトインアフィリエイトが、いかにですね、えー、そのアフィリエイターが吟味するのが難しいかってことを私よく認識しましたんで、必ずこういう風に書いてたんですよ。オプトインアフィリエイトを、まあ、コピーペーストして、記事とか URL を貼り付ける前に、以下の文章は、久保哲郎及び即可塾が保証するものではありません。これは広告ですと。 商品を買った後の結果は皆さんの判断次第ですと。中には、中にはですよ。実現が難しい稼ぎのノウハウが含まれている場合があります。問い合わせはこちらの会社へお願いします。ということで、この文章をね、必ず入れてたんですよ。ね、この文章を必ず入れてた。要するに、この文章がない方が売れやすいわけなんですよ。でも私は2万人読者さんがいらっしゃるんで、まあ責任もあるし、 このメルマガアフィリエイトオプトインアフィリエイトが終わった後も私は読者さんとの関係を続けていきたいと思いますので被害者を出すわけにはいかないなと思ったんですよオプトインアフィリエイトっていうものがどんなものか私もよく分かってましたからねで被害者を出すわけにはいかないプラス、えー、自分の判断でクリックしたんだというねそういう意識を持ってほしかったというところもありまして先ほど申し上げたような文章を入れていたんですよもう何回も何回も書きましたんでもう覚えてるんですよね で、何回も何回も書いて、まあ、正確にはコピーペーストしたんですけども、でもそれをしてですね、私は責任逃れをするわけではなくて、責任がどこにあるのか、私が保証しているわけではありませんよと。もう、しまいにはね、文書の中身も知りませんよっていうふうなね、レターを書いたことも、前出しを書いたこともあります。まあ、それをするのが、私のアフィレーターとしての最低限の責任だと思ったんですよ。少なくともですね、あの、その、オプトインアフィレートの内容に関しまして、あの、もう判断もできないのに、 これだからそういうことはやらないのが私の発信者としての自己責任だと思ったんですよね。発信者としての責任ってのはやっぱ重いと思いますよ。信頼してくださった方がまた記事を読んでくださる。記事を読んでさらに信頼が高まったんでまた読んでくださる。その延長線上に自分が判断できないものを載せるっていうのはやっぱりできないなというふうな形で考えてました。で、えー、ね、いろんな案件紹介するとは私はですね、損害が出たら自分が 保証ででできるるぐららいの額までにしよようと思ってるんですよだから例えば私の紹介でね誰かが30万のものを買いました久保さん久保さんの紹介して久保さんがいいよっていうから買ってみたけどこんな結果になりましたそしたらあいくらでしたかと30万ですかすいませんあのご希望がありましたら私の方で保証します30万振り込み先を教えてくださいとここまで私はやってきました まあここまで聞くとですね、いや、さすがに申し訳ないです。久保さんは誠実にやっていただいたんで、これは私が自分の判断でね、えー、購入したものですから、自分で処理させてもらいます。その代わり30万稼ぐ方法はこれからも教えていただけたらありがたいんですけど、みたいな感じでね。で、熟成としてのいい関係がね、進むわけですよ。要するに、何を買ってどういう反省をするかっていうこともカリキュラムに入れてるってことなんですよね。で私はですね、メルマガフィリールド、オプトノミフィリールドするときに、報酬が高い分、 1> ね1件4000とか、最高額で2万円というのもいただきま、あ、10万円というのもいただきました、何件か。ね、えー、10万円のアフィエート、アフィエート報酬ですよ、オフトインの。まあ、すごいのがあるなと思いますけどね。まあ、ただ、10万円であればあるほど、これをね、えー、自分の売り上げのために、ポン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 契約させるために、えー、その気にさせるっていうのは、やっぱり私はできなかったんで、えー、これはあ、私も高額報酬をいただいている案件なので、慎重に検討してくださいと。 でもし購入する前に疑問があれば、私も一緒に考えますので、えー、ぜひ意見をね、お考えをお寄せくださいということを書いたり、お問い合わせがあったら、購入前に私の方からもお聞いてみますと、運営会社の方に聞いてみますので、高、え、校、ー、の人さんに聞いてみますので、早まって買わないでくださいねって文章を入れてるわけですよ。で、文章を入れた上に動画でもお答えするんですよ。動画でも、私はこの商品の内容については知りません。実践したわけではありませんってことをね、えー、ダイレクトメッセージを送ってるわけなんですよね。まあそういうことをする人が、 あんままりいなかったのででで多分皆無でしょそこまでする人はオプトイアンフィレットとか誰か他社の案件を紹介する人がねここまでする人いなかったですよだからこそ私はやったんですよで久保さんはいつも誠実に丁寧に何度も何度も確認して、えー、そして自分のお金のことのように私たちのお金のことも考えてくださるっていう,うにね、えー、ご意見もいただきましたお感想も頂きましたそういう人たちが即可塾に未だに残っていただいてそこで鍛えられた人が今回の案件もですね 自分の責任自分の余剰資金でやってくださるんで速下塾の塾生さんからはクレームは1件もなかったですただお金をなるべく払わずに速下塾なんてのに入らずにすいません申し訳ないんですけども例のやつを教えてもらえますか塾生ではないんですけどこんな感じの方は取り乱して情報がないばかりに私の判断力をね、えー、カリキュラムの中で注入もできてないんで本当にね困ったことになってますよねまあそういう方も私の動画をね信頼してくださったんでそういう方も 損を出させるだけでいいいかないと思いましたんで私は細かく情報を発信しましたけどもね、まあ、こういうふうに、あのー、やっぱりね人の立場になって考える人っていうのはものすごくいないんじゃないかな減ったんじゃない減ったっていうかもともといなかったんですようね自分の支払いのために人から金をぶんどるそれをビジネスだと思っている方が多いところに私はすごくね憤りとか悲しさを感じますよねだからこそ私だけはそうならないようにあくまでも私からね情報を取ってくださって 信頼ってものに行き着いた方にはリスクヘッジをしろってことも厳しく言いますよ。うん、責任ってもの何だどこにあるのか私にあるのかそれともあなたにあるのかってことをね。確認した上で行動しろってことを言いますよ。厳しく厳しく。厳しく言った上でそれでも損害を出しそうな人がいたらそうじゃないってことを説明したり仮に今までないですけども仮に誰かがね30万損しました、50万損しましたって言ったら私がそのお金を補填するか稼ぎ方を教えることによって、えー、取り戻させることによって責任を取ろうとは思ってますよね。はい、そんな感じで。 今日はマトリックスアフィリエイトバキューンの話題から派生してお送りしましたこの話題はですね永遠に尽きないなと思いますね面白いその分だけマトリックスアフィリエイトってものがね私に資産を深い資産を残したっていうことだと思いますどうですかねなんかね金を騙し取られた人でここまでね、あのー、自分の情報発信でお金を取り戻す人っていないんじゃないかと思いますよはい以上でございます